かりなさーい。今日も一日お疲れ様でした。そして毎日夜9時しまこの部屋に帰ってきてくださって最上級のありがとうございます。長い長いゴールデンウィークを終わりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？まあでもそのまま日曜日までお休みという方もいらっしゃるみたいですね。それぞれの時間をあなたのペースでゆっくりお過ごしくださいませ。そして夜9時からの15分はしまこの部屋で、平日もお休みの時もしまこの部屋でゆっくり一緒に過ごしてまいりましょう。いつも高評価やチャンネル登録、そしてコメントを書いてくださって応援してくれている皆様、そしてファンクラブ、そしてメンバーシップに参加する形でしまこのことを支えてくださっている皆様、本当に活動の支えになっています。心からありがとうございます。そして今日初めてこの動画にたどり着いてくださったあなた、ありがとうございます。たくさんある動画の中からここにたどり着いてくださった奇跡、本当に大切にしたいと思います。よかったら一曲聴いていてください。さて今日の曲なんですが、ご当地ソング、しまこの地元富山県高岡市のご当地グルメがあるんですね。その名も高岡流お好み焼きととまるっていうんですけれども、そのご当地グルメの応援ソングを確か制作させていただいたのは2011年頃、もう11年近くね前になるんですね。このご当地グルメととまるっていうのは、富山県高岡市の飲食店経営サポート富山さんが考案されたご当地グルメで、高岡流お好み焼きととまる、何が違うのかなと思われるかと思うんですけども、一般的にねお好み焼きっていうのは広島焼きとかね、大阪のお好み焼きっていうのはすごく知られていると思うんですけれども、高岡流っていうのはどういうことかと言いますと、通常お好み焼きは粉物ですよね。小麦粉を使って作られています。ですが高岡流お好み焼きととまるは、もう富山、もう日本海、富山湾のね美味しい新鮮な海の幸を利用しましたお好み焼きになるんです。どういうことかと言いますと、粉は使わずに魚やイカやもう魚介類のすり身に野菜などを入れてお好み焼きを作るっていう、それが高岡流お好み焼きなんですね。なのでどちらかというとおかずに近い感じではあるんですけれども、お味はお好み焼きみたいなね、あの味付けになっていて、もうヘルシーで高タンパクでお子さんのおやつにもいいしね、お父さんお母さんのおつまみにもいいよっていうことで、ということでご当地グルメ高岡流お好み焼きととまるを、PR してまいりました。今回なんですけれども、私が今難聴を患っておりますので、過去の映像から拾い上げて皆さんに聞いていただこうと思っているんですが、その回というのがちょうどですね、北陸新幹線が開業した時に、北陸新幹線開業イベント日越の食の祭典 in 高岡という催しが2015年の3月14日北陸新幹線のね、新高岡駅のねできたその日に合わせて催されまして、2日間にわたりテクノドームで行われたんですね。もうこの日はもう本当に私はね、2日間司会とライブをさせていただいたんですけれども、ものすごい熱気とものすごいにぎわいでですね、こんなにたくさん高岡に人がいたんだなっていうくらいに、みんなここに集まったんじゃないかなっていうくらいの、でもそうですよね、高岡の人口が17万人だっけ、なので2日間でね7万5千人動員されたっていうことなんですね。だから本当にたくさんの方がね集まってこられていたんですね。このととまるちゃんなんですが、制作させていただいた時にレコーディングもしているんですけれども、まあ非売品の CD にはなるんですが、
なんとレコーディングにはですね、元高岡市長高橋正樹さんですね、もうレコーディングでコーラスを担当していただいたりとかね、本当に町ぐるみで盛り上げてきたご当地グルメでございます。実際にイベントの時とかにね、高橋市長にステージに上がってもらって、このトトマルちゃんを歌ったこともあるんですよ。今回のステージではミシシッピ千田さんといって、歌手だったり MC さんだったり、まあ、いつもは、製菓屋さんになるんですけれども、本当に多彩なね、このトトマルちゃんのダンスの振り付けもつけてくださった千田さんと一緒に歌って踊っているんですけども、この2日間のイベントも千田さんと一緒に輝き島子と剣雄二さんというね、その日限りの名前をつけて、北陸新幹線の名前にちなんでつけていたんですけどね、そんなことをしながら楽しくご当地イベントをやっておりました。千田さんとは映画電算に出演させていただいた時も、千田さんと夫婦役で、なんと鉄板焼き屋のね、夫婦っていうことでね、トトマルも焼いたりしているような、そんな役柄をやらせていただいたりとかね、地元でのね楽しいことがいっぱいありました。一緒にステージにはトトマルちゃんマスコットキャラクターもとっても可愛いので、そちらも注目してください。これがこちらがトトマルちゃんですね。で、こちらしまこちゃんですけれどもね、あ、後ろがね見えますか、というお好み焼きトトマルって入ってるんですけど見えるかな。せっかくなので、あなたも今このイベントにはるばる高岡まで来たような気持ちになっていただきたいので、いつもトトマルちゃんを歌う前に皆さんに練習してもらっていることがあるので、それを一緒にやってみて曲に行きましょう。それでは皆さんちょっと練習してみましょう。まずもうチュッチュルチュというところがあります。チュッチュルチュ、もうチューしちゃうぐらいに大好きみたいな気持ちでチュッチュルチュってやってください。はい、そして曲の中でしまこがすりみって言ったらすりみ、昆布って言ったら昆布っていうね、言っていただく形になります。でしまこがはいとるよパンってやったらいただきまーすってやってもらいます覚えられますかね。で2番ではもり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 お野菜ヘルシーよって言ったらそこもいただきまーすなんですね。2番もその辺覚えておいていただいて一緒にやってみてください。はい、ちょっとねすごい熱気でたくさんのお客さんがいて、そして音がですね、その外からの音を全部拾っちゃっていますので、歌詞がね聞き取りにくいところもありますので、今回、編集入れてしまこの方でですね歌詞を入れておきましたので、ぜひ歌詞の方も見ながら、トトマルってそんな食べ物なんだなっていう風に、知ってもらえたらとっても嬉しいです。トトマルに関するね、トトマル五箇条とか、トトマルの美味しいお店とかね、お話またこの後にしていきたいと思います。ではまず先に曲に行ってらっしゃいませ。トトマルちゃん、チーズ
ありがとうございました。お帰りなさーい。はい。大変元気な、にぎやかな、楽しいイベントが伝わればいいなと思います。私もとても弾けておりますし、千田さんのキレッキレのダンスと、トトマルちゃんの可愛いダンスと、会場の熱気も感じていただければと思います。そう。このトトマルなんですけれども、どのお店で食べれるのかっていうことなんですが、高岡にはトトマルを提供しているお店がたくさんあるんですね。で、トトマルには五箇条というのがあって、この五箇条さえ守っていれば、どんなそのお店によって独自のいろんなトトマルを創作することができるんですね。一つ目が丸い形であること、そして二つ目すり身を使っていること、そして三つ目が鉄板で焼いていること、そして四つ目が昆布を使っていること、そして五つ目が高岡流お好み焼きトトマルという名前を使っていることっていう五箇条さえ守っていればどんなトトマルでもいいんですね。だからね、そのお店独自のね、もう面白いところではね、イタリアンのお店ではピザ風のトトマルがあったりとか、うん、いろんなねアイディアでね出されている、クレープみたいに包んである丸いトトマルとかね、もうオーソドックスなお好み焼きっぽいようなトトマルとかね、山芋使っているところかとかね、毎年今ぐらいですね、ゴールデンウィークあたりにトトマルグランプリっていうものをね開催されていたんですね。それが各お店がやっているトトマルが出展されて、どのお店が美味しかったですか、どのお店が好きですかみたいな形で投票制でトトマルの1位を決めるっていうね、グランプリを決めるっていうイベントだったんですけど、まあでもこちら勝ち負けっていうよりも、その高岡のトトマルをみんなで愛していこう、みんなで広めていこうっていう、そういうイベントだったんですね。で、そのイベントでもう初年度から3年連続1位グランプリになられて、もう殿堂入りされたお店があるんですね。そのお店が高岡駅そばにあります神代湖という居酒屋さんなんですね。もう島子もこの神代湖さんのトトマルのファンで、東京からね友達を連れていた時には友達が3回4回ぐらいねトトマルをおかわりしているくらいに、本当に神代湖さんのトトマル美味しいんですよね。はい、ぜひ高岡にいらしたら神代湖さんのトトマル食べてみてくださいね。その他のお店は高岡流お好み焼きトトマルマップで調べていただきますと、いろいろ出てくると思いますので、いろんなお店のそれぞれのトトマルの違いを食べ歩きしていただくのもいいかと思います。楽しんでくださいね。はい、ということで、地元富山県高岡市に遊びにいらしたらぜひ食べてみてください。そして高岡大仏もとてもご利益がありますので、しまこがねご利益をいっぱいいただいた高岡大仏様がありますので、そちらもぜひお立ち寄りください。毎晩夜9時に放送しております15分番組しまこの部屋、また明日も9時に来てくださいませ。毎日動画を作ってアップしております。ただ今はちょっと耳の治療中なので、最初の方は弾き語りでお届けしてたんですけれども、難聴の方が治るまでは過去の映像や音源などを利用しながら工夫して番組作りをしていきますので、そちらもどうぞ応援よろしくお願いします。ではここでお知らせをさせてください。しまこにはファンクラブがあります。いつもそばにしまこファミリー、あったかい気持ちで一緒に一日一日を過ごしていきたい、そんな気持ちでやっております。ぜひしまこに一歩寄り添っていただけたら嬉しいです。ご入会の詳細は概要欄の方に貼ってありますので、そちらからご覧いただくか、しまこファンクラブで検索してください。そして毎日夜9時にはこの番組を公開しておりますが、1日だけ特別な日があります。それは29日
毎月29日です。この日は全公開一般ライブとしまして、弾き語りのライブをやっております。まあ、今治療中なので、できる限りといった形に変更させてもらっていますが、生ライブをさせていただいておりますので、29日の夜9時は特別にライブをしておりますので、しまこの部屋に集まってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今日もラストソングはジャポニカ学習帳 CM ソングになっております、最上級のありがとうをお届けしますの、その前にしまこと一緒じゃんけんいきましょう。はーい、初めての方は真似をしてください。腕を振ったり、こう手を上げたりするっていうことはとても体にいいですよ。まあ私は一日中ね、何かしらヨガだったりストレッチだったり、マッサージだったり、結構一日中気がついたらやっているんですけれども、習慣になっていない方はね、なかなかこう腕を上げたりするっていうね、仕草ってあんまりしないと思うんですね。だから意識的に毎日、しまこと一緒にね、こう腕を動かしたり、普段使わないところを回してみたりとかね、そういうことをやって気持ちよくお休みしましょう。しまこと一緒じゃんけんのルールは、勝ち負けというものは存在しません。しまこと一緒にグーチョキパ、しまこと一緒になったらラッキーかも、いい夢見れるかもっていった感じです。では一緒にやってみましょう。いくよ。ひねってひねってひねってじゃんけん出しましょう。いきます。せーの、しんまこと一緒、しんまこと一緒、しんまこと一緒、じゃんけんポン。はーい、チョキを出してしまこと一緒になったあなた、ラッキーかもよ、いい夢見れるかもしれません。まあでも今一緒にいることが、グーもチョキもパンも皆さんね、一緒にいることがとても幸せなことなので、みんなラッキーです。はーい、みんなでいい夢を見ましょうということで、ラスト、わっしょい深呼吸、わっしょい深呼吸してゆっくり休みましょう。いきます。初めての方、わっしょい、祭りだって言ったらわっしょいってやっていただくだけでいいのでね、いきますよ。人生は、しまこの部屋は祭りだ、わっしょい、ふう、そのまま深呼吸、はあ、はあ、お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でございました。ゆっくりお休みしましょう。明日も夜9時にお待ちしております。それではまた明日、おやすみなさーい。ありがとうよりもっともっと大きな言葉探してる、語り尽くせ